震源寺は、東京都台東区下屋にある、北家州本門流の寺院。三号は、仏立山、大本山三つなが松。万寺二年皇長寺二十世位、日通るが、当地に、北家州本門流の寺院を解散したことによる。岸も神を祀っていることで、入屋岸も神の名称で有名な寺院である。大田南保の教科、恐れ入屋の岸も神という社楽も有名である。 また、7月の七夕の前後に、当寺院の境内で、入屋朝顔市が開かれることで、入アの名物であることはもとより、東京下町の夏の訪れを伝える行事として、全国的にも知られている。当寺院の名物である朝顔市で有名になったのは、明治時代に入ってからで、江戸後期頃から当地で盛んだった朝顔栽培を、人々に見せるために、当寺院の敷地内で、 栽培農家が披露したことがその起源である。明治時代を中心に、イリア界隈で朝、顔作りが盛んになり数十件がの木を連ねたという。当時の朝顔は、全国でも指折りの出来であったといい、朝顔のシーズンになると、イリア界隈には朝顔を見物しに、多くの人でごった返したという。その後、宅地化の流れにより、イリア界隈での栽培が難しくなり、 1913年になって最後の栽培農家が廃業して朝顔市は廃れてしまったが戦後1948年に地元の有志と台東区の援助のもと再び入屋で朝顔市が復活することになり現在では例年七夕の前後3日間に当時委員と付近の商店街で開催され下町の夏の風物詩としてすっかり定着している当時委員は 七福神の福六寺を祀っている。寺口である、恐れ入屋の岸も神と並んで知られている、びっくりした屋の広の理寺の広の理寺は、現在の台東区役所付近にあったが、関東大震災により崩壊し、練馬区へ転出した。他に、情け有馬の水天宮は、中央区日本橋柿原町にある水天宮。なんだ、神田の大名神は、千代田区外神田にある、神田明神。 何言う展示、中目黒は、目黒区中目黒にある言う展示である。ありがとうございます。